あ、皆さんこんにちは。アートアキヤニトのミキです。えっ、ー、とバタバタなんですけれども、えっ、ー、とこのアートアキヤニトのこの、えー、新しい嘘という、えー、展覧会のアーティストトークを、えー、したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、えっ、ー、とじゃあ、えー、まずアーティストの え紹介をしていきたいと思います。はい。えー、じゃあ目の前に奥野さんから。はい。奥野智浩です。えっとあっち側でタイトルが人魚の遊園ってタイトルの漫画とオブジェ展示してます。はい。ありがとうございます。でニクワさん。はい 僕が元五郎のニークラと申します。えっ、ー、とここにある作品のトランスレーテッドランドスケープという作品を展示しています。よろしくお願いします。はい。本間メイです。えっ、ー、と今日はえっ、ー、とインドネシアのロックスファウンデーションというえっ、ー、とグループのメンバーとしてあの来ました。えっ、ー、と映像一つあの展示してます。よろしくお願いします。 えー、こんにちは佐古鉄平です、えー、っとよろしくお願い。します、はいえー、っとの、えー、4名のアーティストと,、えーっとまあえー、この「新しい嘘という AI にまつわる展覧会の、えー、作品を見ていきたいと思います。で、えーっとえー、この内田涼のです、ね「コインイコン、えー、インコ」という作品なんですけれども AI 展なんですけど。えーっと いきなり AI 使ってない作品からのお話になってしまうんですけれども絵画作品なんですね。で今回の AI 展なんですけれども基本的にそのアーティストっていうのはふ普段別にプログラミングもしてないわけなんですけれどもそういったアーティストが AI っていうのを今後使っていかなきゃいけない局面に来ると思うんですね。 でえー、そんなあのアーティストが、まあ、AI っていうものにどう、えー、対峙するかっていうのを、えーまあ、今回、えー、展覧会としてはやっています。で、えー、この、えー、内田亮はですね画像生成 AI で、まあ、なんか作品を作ろうとしたんですけど、まあ、その画像生成 AI の生成される画像の中にですね、えー、サインのようなものがこう生成されたことによってえー、っとあこの画像 画像生成されてるものっていうのはなんか誰かのものっていうのをえとまあ引っ張ってきてそれを学習してるんだっていうことはやっぱり自分がその間接的に勝手に誰かのイメージを使ってしまうっていうところをまあ感じてでちょっとえその画像生成を使った作品を作るのをまったやめておこうというようなところでえスタートしてます。彼女はですねえと自分の絵画 のえー、シミとかでできた面白い形っていうのを絵画に書き加えていくっていうやり方をしていて、えー、今回はですねこの、えー、にじみですね、えー、とこれ絵画、えー、4枚あるんですけれども1層目と2層目というか、まあ、2層3層となっていくんですけど大きく分けて1層目と2層目があって1層目がこの、えー、全体的ににじみの部分ですね。でにじみ がまず、えー、キャンバスに描かれてでその滲みから、えー、得た形っていうのを二層、えー、目として描いていますで今回はいつもは結構そのいろんな場所からその、えー、形を取ってくるんですけど今回もこの絵だけに限定してこの形です、ね、をまあ反転させたり、えー、とポジにしたりして、えー、いろんなところに描き加えています一、まあ、枚の絵に限定したっていうのはやっぱり もう何,何千枚からこう学習するような AI と、まあ、ある種対比させるような形で、まあ、ここのその形だけっていうあのを決めてまあやってたみたいです。とは言ってもねなんか四角とかあるんですけどねその辺は多分四角と、まあ、この形とか、まあ、そ,そういうあのスタイルなのかなと思います。 じゃあ、えっと、続いいいての作品いきたいと思います、えー、脱尾はですね、えー、青柳夏みっていう名義でも、えー、っと活動していた青柳夏み名義ではなんかあの小説とか書いたり、えー、っと映像作品を発表したり詩を発表したりしてるんですけどこの前あの中原中野賞を取って。 で結構注目されています。で脱帽としての活動っていうのはもう本当にえっと小さい頃からやっていて、でまインターネットに自分の作品をこう上げていくっていうスタイルでまあやってるんですね。そのなんかインターネット時代にその匿名でこうえっと誰が見るかわかんない場所に作品をこうアップロードしていったことっていうのを がなんか彼女の原体験としてて結構あってインターネットって実際のこう人が目の前にいるわけじゃないじゃないですかでその時になんか人っぽい何かみたいなものを頼りになんかこう海に投げるみたいなイメージだと思うんですよね作品をインターネットでアップロードするって。であのそういうなんか人っぽいものを頼りにその海に投げるなんか人っぽいを ぽさみたいなのを追い求めるみたいなところが彼女にあってで今回はえっと自動操縦のえーオートトラックえーオートボートオートエアプレインっていうタイトルのですねで全てこの AI 制御によってえ自動運転されているえ乗り物なんですけど中になんかこうちょっと人間っぽい何かがいるえそれをまあ えと絵にしていてで指示体がこうカーーブミラーに描いてるんですねで多分このシリーズで一番最初に作ったのがあのオートトラックなんですけどオートトラックが一番こう分かりやすいんですけどなんかその自動運転してる人がとなんか人みたいなのが衝突しそうになっててでそれを目撃してるカーブミラーみたいなところがあってでだからその脱往の視点っていうのがある種そのカーブミラー の視点なのかまわ、あ、からないんですけれども、そしてこの二人は衝突してしまうのかなどなんかこう結構いろいろ考えるとこがあるなとでえっと左側に並んでるのが英語の詩なんですけれどもこれはあのえっと画像認識で出てきたこの絵を読ませて出てきた単語を元にえっと詩を作ってるっていうような感じですね奥野さんなんかよかったら一言 作品というかなんか自動運転のことでなんかお前思ったのが結構前に自動運転の CM でなんかあれは誰だ矢沢かなが <laughs> なんかあのすごい広い海のある横の綺麗な一本道を自動操縦で進んでるときになんかハンドルをこうなんていう手を離して <laughs> 見てるんですよねでも自動操縦って <laughs> その間うちらに時間ができるのがいいことな気がするんですけどなんかただ手を添えというかなんか, <laughs> あのなんかハンドパワーみたいな状態で走ってる CM があっていやなんか自動運転ってそういうことだっけって思った記憶が今。確かに 確かにがりプロモートすんならもうちょっとその後部座席とかでなんか歌う歌ってるとかそういう方がいい、うん、有意義に使ってる感とか出さなくていいんだと思ってああ <laughs> 確かにその辺どうですかニクロさんあの僕高速道路を走ってる時に隣のレーンで、えー、サラリーマンがヒゲ剃りを 手離してひげりをしていたのを見たときにこれが新時代だと思ってこういうふうに使うんだというふうに自動運転で手離してできる車でだからそういうふうに使われていく確かに歯磨きとかなら結構してる人いますよ。いますす わかんない。てかあの一緒に住んでいる人があのやるのであのサングラスを置くところに歯ブラシが置いてあります。<laughs> <laughs> はい。はいえー、で、こちらの、えー、と作品は、酒徹平のザ・グレート・デスクという作品です。えー、これはですねえっ、ー、と 画像生成 AI のミッドジャーニーでーまあ作ったえ画像をえっとマグネットシートに貼り付けてで鉄板にまあそのマグネットシートを貼っているっていう状態で,で AI なんですけど過去のプロンプト AI に指示する文章としてその過去の偉人の名前と サコがそこから想像する、えーっとなんかえー、単語例えば何かお酒の名前とかあるんですかねそういうのとかを、えー、いくつかその書いて出力した、えー、出てきた画像ですねでこれはですねえー、っとなんかその AI っていうのがすごい、まあ、近未来的なイメージがあるんですけれどもえー、っと 実はその AI っていうのはまあ学習してるわけでまあ過去のアーカイブだというところを作を言っててそれは確かになんかまあなんかだから結局こう自分が普段やってることとまあつながってるというかなんていうかまあ僕も既にあるものをまあ編集したりまあそのまま使ったりしながら作品を作っててで多分写真スナップっていう。 ストトリートスナップっていうのをよくやるんですけど、まあ、それもすでにあるものを取ってやるし、まあ、なんかそういうところは結局 AI と一緒、うん、いやそれは多分暴論なんですけど、うん、っていうのがあるのと一方でなんか例えばあのハンバーガーとか入れてもハンバーガー出てこないんですよね<ー>でなんかそのなんかこうディスコミュニケーションっていうかコミュニケーションですらないと思うけどうん,、うん、なんかそういうのはまあ イラつきながら作るっていう感じなんですけどだからなんかそのなんかあれですよねこうそのスナップを撮ってるとこうまあ被写体となっているものって割とこう言語的に説明できることが多くなっていくじゃないですか例えば車とかま,あまさになんか隣の元五郎さんの作品と近い話なんですけどなんかでそれをこう。 プロンプト上でな指す時にそれがなんか出てこないことの何て言うかイラつきみたいなのはなんかすごいあるのとでまあちょっと隣の作品と関わってくるんですけどなんかもっと写真的にしてくださいっていうようなことをえと命,命令というか書き続けても全然写真にならないから。なんかその まあそのイラつきですよねでもなんかそれって例えば写真とかも基本的に写真撮るときにあそこ猫置きたいなと思っても猫とか言ってそこに猫が現れるわけじゃないじゃないですかでだから逆に言うと写真って結構偶然性のものが撮れたりするんですけどそことの関連性とかってありますかうんいや猫を撮りに行ってるんで多分あ<ー>だからそれが人間はできるけど。 AI はまだまあなんかでもそれもどうなんですかねこうある種セーブ,セーブっていうかこう歯止めが利かされてるんかなと使いながら思ったんですけど例えば人の名前入れてもそういう人にならないようにされてるのかなんていうか昔はだからねジブリっぽいって言ったら結構ジブリのアニメ出てきたのでだいぶ人間の手が入ってるっていうい,い,い,いろいろそのまあ偉人っていうことで人の名前とかを入れて。 やっていったりとかまあなんかその AI っていうものがこう画像生成か流行ってきた時にこうよくあったのがその何て言うんですかカート・コーバンが生きてたら今60歳でこんな姿みたいなやつがよくあったと思うんですけどなんかそれは結構なんかある種の貧しさがあるけどその,その想像力っていうのは。えっとねあるんですけど。 見ても全くわからないわ <laughs> <laughs> かんないですね。うん、あとねまあ多分なんかその単語をその連想する単語みたいなで、まあ、その連想こそがこう人間の武器なんちゃうかなとは思っててなんかまあその AI に任せる部分とアーティストができる部分を考えた時に、まあ、ある種こうでたらめになる人間側が。 なんかそこをなんていうかなこう数学的にとか論理的に考えることを一回放棄するっていうようなところでまあだから僕がハンバーガーが食べたすぎて多分ハンバーガーとかコーラとかが出てくるんですけどまあそのんていうか偉人が食べてたことがまでわ分かんない何か連想とは言いつつ結構サコさんが入ってきたですね,そう,ですねそうそうそうなんかうそ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 うの 作品でトランスレイティッド・ランドスケープという作品でこちらの作品はですね、えーっとえー、まず映像をまあ撮りに行ってでそれを AI に読ませてで AI はその映像から物体をそこに映っているオブジェクトを検出していくわけですよねでその検出したオブジェクトの、えー 名称をです、ね、その、えー、形に沿って、えー、漢字で表現する、えー、日本語ですね日本語で、えー、人とか、えー、手提げカバンとか、えー、なんかそういった、えー、形で、まあ、表現していくっていうところで,でこの作品は何ですかね、まあ、結構もう見ただけですごいあの面白いっていうかあの AI っての AI の見てる世界ってこんな感じなんだみたいな,なんかそんなあのとこととかいろいろ考えるところなんですけど結構こうやってその文字だけが動いているところを見てなんとなく我々がその風景みたいに見えちゃうっていうのがすごい面白いなと思ってで、まあ、ゲンゴロはすごいその漢字とかそういうところをあのテーマにしている作家だと思うんですけれども。 やっぱその象形文字ならではというかこれがヒューマンとかになっててもどうなんだヒューマンヒューマンで面白いのかなあんまりちょっと違いそうですよねまあ人まあまあ、人はもともと人の形だからまあそこからまあ着想得たっていうのはまあ一個ありますけどバスとかはまあバスって出ますけどまあこう人が 人って感じがまあこう人っぽく見えてるっていうのがやっぱちょっと面白いかなっていうところがまあ最初はありましたね。でこのなんかカバンとかでえっとこのえっと人とか検出してるやつっていうのはそれこそこの自動運転の技術なんですよね。そうですね。その物体検出物体検出っていうまあ自動運転でまあその まあここに車があるとかその人がいるとかっていうのをあの自動運転についてるカメラであの認識してまあ人が来たらまあ止まるとかっていう技術をあの使ってますなので結構そのオブジェクトが検出されるその単語っていうのが例えば信号だったり人とか自転車とか車とかっていうのが多いっていうのはやっぱりそういうと関係あるんですか、ねですね、はいあ<ー>ありりますすねだからあれですよ、ね、結構やっぱり AI がどこを選んでででるかっていいううのも面白すすよねまあそうですねそだから、うん、まあ,あのこれは2019年の,あのモデルを作ってるんで今はもっとはい、はい、自動運転で作るにはもっと道がここでっていうのは本当はそういうロジックもあるんですけど、まあ、これはかなり。な あの限定されたものしか認識できないあ<ー>けども、まあ、逆にその認識できるものが、まあ、なんでベンチみたいな何 <laughs> かまあ,あのその制限が逆に面白かったりしますね。なるほどあじゃあ、はい、そこはいじってないんですか例えば道みたいな検出されるのがもともとあってそれを排除したとかそういうのはないんですかあ あの認識できるモデルがあって、それをそのまま使いました。なるほど。はい。えっと、新倉さんは普段は結構そういう、はい、あのまあ。あのプログラムとか、そういうのは割とやってる、ね。そうですね。もう、はい。<ー>もう。なんかもうアーティストって名前なのに、ずっとプロ。<laughs> プログラミングしてる。は <laughs> い。感じですね。すねはい。でも。で、えっ、ー、と、石橋。 さんが今日、はい、今日来てないんですけれども石橋さんはもともと生物やってたり、はい、あの二人ともなんかちょっとその元があってそこからアートやってるってうそうですね<が>はい面白いですねありがとうございます、はい、じゃあ続いてのえっ、ー、と向こうの部屋にいますえっ、ー、と続いての作品が、えー、奥の地方の、えー、人魚の遊園という作品です。 でえっと、この作品はですね、えっと、漫画とここにあるあの魚の、えー、2つの構成になっていてこれ魚じゃないんですよね人魚なんですよね。<laughs> で、えっと、これ、えっと、カレイとヒラメを、えっと、縫い合わせていてこっち側がヒラメ、えー、左ヒラメなんでこっちヒラメですよねでこっちがカレイになっていて、えー、だから目が4つある、えー、っとまあ 『人魚の標本』というところの作品です。で、えっと、この作品の、えっと元になっているのがあそこにある、えっと「人魚に一番近いのはヒラメなんだよ」という、えっと、あ電車の中で聞いた、えー、セリフが、えー、あってで、まあ、そこにすごい引っかかったわけですよね奥野さんは。でなんかそのそれがずっと残っててでいろいろこう考えて。 えヒラメが人魚なのみたいなところからなんか最終的にヒラメと彼を縫い合わせて人魚にするっていうもうわけわかんないことやっててで、えっとまあ、全然わけわかんないんですよねそこの間っていうのはでこれって結構その、えっと、AI の、えー、出力と入力の関係に似てるなって、えー、奥野さんが思ったらしくて、えー、っとだから AI ってなんかあの 人工直感みたいなことを言ってる人も確かいてでつまりなんか多分インスピレーションでこうなってるんですけどそのインスピレーションはどういうロジックでなってるんだろうみたいなところで AI っていうのはその入力と出力の間が完全ブラックボックスで人間には解明できないのででそれはまあ奥野の思考も同様ででなので奥野自身が その思考をちょっとそのブラックボックスを開いてみるみたいなところでそのプロセスを漫画で描いてるんですけどまああの漫画もえっとかなりフィクショナルに <laughs> なっていてでしかも3パターンあってえっとどれでこの人形ができたかっていうのはまあ分かんないんですけどあのまあそういう形になってる作品ですね。この3つののつパターンっていうのが、まあ あのそれぞれ読んでいただきたいんですけれども、まあ、一番上は、まあ、あの結局人魚に出会えなかったパターンで、えー、その下は、まあ、人魚を釣ったパターンで、えー、3番目が、えー、人魚を作ったパターンみたいになっていてで、まあ、多分実際に一番近いのは下なんですよね多分。近いというか。 ほぼ実話。<laughs> ほぼ実話っていうとなんか、はい、あの魚に自分のさあの肉体を食わせるみたいな描写とがあってかなり怖いんですけど <laughs>。そうですね。ほぼ実話っていうことなんですね。なるほど。で元々実はこの人間の作り方っていうえっ、ー、と漫画があってでそれのまあ平行世界みたいなのを今回作ってるってことですね。そうですね。 なんかこの人魚自体はあの人魚に一番近いのはヒラメなんだよって話を聞いてヒラメで人魚を作りたいんですっていろんな人にすごい制作相談をしててそしたらいろんな人と喋ってる中で彼と縫い合わせるっていう案が急に浮上してきてなのでなんか私が1人で考えたというよりかはんかみんなにその話をしてる中で急に浮上してきて私が実際実行に移したみたいな。 ところがあって、なのでなんかあのすごいな,なんていうのかなんでこうなったのかみたいなのがもはや誰にもわからないみたいな状態になってて <laughs> っていうのがめっちゃ AI っぽいっすね <laughs> そんな,なんか <laughs> ま、ね、<laughs> 作家性<制>が <laughs> <laughs> でも奥野さんまあなんか奥野さんらしさがめちゃくちゃあると思うんでなんかその。 結局いいいろんんな人に聞いてもすすごい出ちゃううと思うんですよねそれがえ AI についてはどう思ってるんですか AI あなんかその AI にもヒラメで人形を作る方法を聞いてみたりとか<ー>なんかあと画像生成とか普通に遊びであの自分の名前入れてなんか出させたりとかうん,、うん、なんか遊んではいるんですけどなんかあんまり自分の想像を超えてくることがなくて<ー>なんか。 ちょっとまだ私あんまりうまく使えてない感じがありますね。なるほど。はい。想像を超える確かに何かそれはあの新ラさんも前に、まあ特に精度が上がってくるとあの平均点のものしか出なくなってくるみたいな話はしてましたよね。まあそういうところですよね。そうですね。なんかどっちかというとなんていうあのラ数的なものが欲しい。 ですけどあの AI が出せるのってそう乱数というよりかは多分そのデータベースでちょっと違うデータベースが混じっちゃってちょっと違うのが出てくるみたいなことなのかなと<ー>なんかお父さんがなん教えてくれたのがそういう話で、うん、でも自分があの自分以外のところから欲しいのって結構乱数的なもの。うん それだと結構占いとかのが、おも、なんか自分が、なんか。欲しい、突拍子もないところからの意見みたいな、ものに近いのかなって、ちょっと思ったり。だから逆に、今、そのいろんな人に聞いたっていうのは、ある意味でその乱数を取り入れてるっていうところなんですね。なるほど。うん、なんか、そういう乱数を取り入れるみたいなことって、どうなんですか。佐古さんとかあります。まあ、でも、なんか、ね。その、まあ、神が降りてきたって、こう。 制作の時に言われることってまあ結局そういうことなんやろうなと思っててまあ要するにその自分っていうフレーム外のものにどうやって会いに行くかっていうことはまあずっとアーティストはやってきたことやからまあそういう意味ではまあアーティストやなと思いながら聞いてたんですけどそれ2トのコンセプトでもありますねそうう自,分 <laughs> 自分の外に出るっていう、はい、大丈夫ですかねじゃあ次いきますかこのままありがとうございますじゃあ 次えっとさこさんですねさこさんはよえっと今回四シリーズ出してるんですよねはいはい。四、はい、シリーズでえっとこの作品は、えー、ブルーフェアリーに、えー、導かれてというタイトルの作品で、えー、これはですねえー、っと 画像生成 AI のミッドジャーニーで出した画像を自分で印刷してでその印刷したの60枚ぐらい自分で持ってっていろんな場所で撮影したっていうような作品ですよね。で結構なんか不思議なのがそのミッドジャーニーで出してい外側の部分っていうのはめちゃくちゃうそくさいっていうかなんかえみたいな,な気持ち悪いみたいな <laughs>、はい、そんなとこ結構面白いですよね。 もともとの出発点はその僕映画とかが好きでよく見てるんですけどまあロケ版っていうのを AI でやるっていうでまあとにかくまあ行ったことがあるところであったりまあ行ってみたいとこの住所をえと,とにかく入れてでまたそのとにかくその AI イラスト感がイラついてたんで写真を写真にしてくれってお願いしたらその写真がな中に出てきたっていう。 しかもそのなんか出し方がなんか手,手がこう写真をかざすみたいな出方でなんかスティーブン・ショアの写真の本質っていう、まあ、理論書というかがあるんですけどなんかそれの表紙と一緒だみたいな。えそれ写真にっていうのは何ですか、えっと、フ,ォトフォトジェニックじゃないかフォトとかリアリスティックとか。 をまとにかく入れて、どうやったらそのイラストっぽさを消せるのかと思っていったら写真になっていってでそれをどんどんやっていくとその写真が今度透明になったりとかえあるいは四角じゃなくなったりとかえまあどんどん変化していったんで,でまあ結局そのねミッドジャーニーで作った写真を印刷して貼るっていうのはなんかまだクオリティ的には難しいと僕は感じてて。なので、 まあ結局こう。写真の写真じゃないですけど、もう一回撮影することでそれをこう乗り切ろうかなと思ってで。まあロケ版がスタートだったんでまあもう一回それを外に持って行って。まあロケ版してるって感じです。なるほど、写真を写真で撮るっていうのはすごい。こう。ベタな賞なんですけど。すごい。さこさんはそのベタな賞を躊躇なくやりますよね。なんかで躊躇なくやった上でえっとその。 サコスタイルを出してくるんで、まあ、そこがすごい得意な作家だなっていうふうに思いますね。でこの流れのまま、えー、ともう一つ「えー、ワイルド、えー、パームス、えー」ワイドパームスっていう作品なんですけれども、えー、これヤシの木を、えー、とミッドジャーニーで出力してで、えー、とヤシの木はあの横須賀とかでしたっけ平塚 に寿司とかめちゃくちゃその景観のためにそのヤシが植えられてるのを見てなんかもうヤシっていうのがその景観を作るためだけに作られてるあの植えられてるっていうなんか感覚なんですかねちょっと違う。でその野生のヤシっていうのはもうその概念上にしかないんじゃないかみたいな部分で、うん、ミッドジャーニーで、えー、と野生のヤシを出してみた出してでそれを出力して。 鉄板にまたマグネットで貼ってるっていう作品ですよね。はい、でこれもだから写真もっと写真にってなった結果手が出てきて、あ,<ー>あの写真をかざしているものとかもあったんですけど、まあそれは多分使ってないと思うんですが。あ写真にってやると手が出てくるんですか。うんなんでなんですかね。ちょっと僕も。なんか結構 AI って手が苦手だっていう噂があって、これとか見ると親指がこう苦手ですね。二本になったりあの四本しかなかったりするんで、うん、あの。 だけど、苦手なわりに出してくるっていう、はい、<laughs> そこは好きですね挑戦 <laughs> 的なところ <laughs>、はい、なるほどで、ま、なんかそのホワイトボードを、うん、えーと額のサイズに切り出してでその上に、えー、とマグネットシートに印刷したヤシの木を貼ってるんですけどうん、うん、なんかこれ作った後にそに小学校の時のエピソードを思い出して<ー>で まあなんか友達の家に遊びに行ったらその勉強机の教科書とか立てててこちょっとだけ脇になってるところがマグネット効くようになってる勉強机になんかガンダムやったと思うんですけどなんか素敵なシールが貼ってあってなんかバンってマグネットで,でなんかえめっちゃいいやんって思ってそれどこで手に入れたかを。 問いただそうと思って聞いたら作り方を教えてくれて水道局とかの水道局じゃないな水道の修理とかにマグネットシールマグネット広告っていうですけどあれにのりで好きな雑誌の切り抜きを貼ったって言われて膝から崩れ落ちた経験があるんですけどなんかちょっとそれ。 うん、リベンジおまじゅ、おま <laughs> なのかリベンジなのかわかんないですけどでその友達なんか結構クリエイティブやって、うん、そのシールとかもシールの上からコラージュして好きなシール作るみたいなてて、かっこいいね、ことをやっててなんかまあそういうのがやっぱこう原体験として、その人が今何してるんですか？いや全然わかんないです、<laughs> 全然わかんないですけど。そういう人はアーティストにならないです、ね、ならない,いな。でも <laughs> なんかそう。 AI ってなんかそうなってほしいなとかって思ってますけど全然なんかそういうミラクルは今のところなかなか難しいんそれは何なんですか、ね、やっぱ欲望があるからミラクルが生まれるんですかねなんかやっぱりガンダム貼りでも別にシールそのままのりでそこでもあの机に貼っちゃうと剥がせなくなるからなるほどねいやありがとうございますはいじゃあ続いて本間芽生さんの「 ホンマメイさんじゃないですねロークスファウンデーションですね、ホンマメイフロムロークスファウンデーション。はい、まず、いますえっと、えー、こちらの作品は、えー、ロークスファウンデーションというあのインドネシアの、えー、っと集団というかグループの、えー、作品で、えー、っと、もともと、えー、っと、 マイクロコーダムっていう作品がそのインドネシアの、えー、とロックス・ファンデーションっていうアーティストと、えー、科学者で構成されるグループが作っていてでその作品は、えーっとえー、マイクロバイオームっていう、まあ、腸内にいる微生物の総称なんですけどもそれをえー、っと コーダムっていうよう守護霊みたいなものとまあ掛け合わせてでメンバーの一人が水と果物と野菜だけで30日間えとまあ食生活を送ってみてでそれの中で送る中で腸内の,そのマイクロバイオームがどうなっていくかっていうのをまあ観察していく。 でプラス観察したものを最終的にこうアート作品にまあしてるまあマイクロバイオームっていうのはその体の中にあるまあ細菌とかまあいろんな微生物でそれのバランスがまあいいとまあ例えば免疫が上がるとかまああの健康にいいというようないうっていうう感じでまあ言われていてでそれをまあ実際にそのメンバーの一人があのー それを観察のし方たとしては便、まあえー、から採取したサンプルをプレパラートみたいなのにサンプル取って乾かして色をつけてっていうのをやってでそれを、まあ、あの顕微鏡で観察していくとあの、まあ、そのちょっと状態とかが。 グラム陽性菌が増えて状,状態とかが分かってでそれなどんな変化があったかっていうと具体的にはそのブラグラム陽性菌だったかなうん、うん、ええとちょっと待ってグラム陰性菌が減少減少、はい、そうでこれはなんかそのグラム陽性菌とグラム陰性菌っていうのがその、うんまあ、どっちがいい良ければいいっていうことではなくてうん、うん、まあそのバランスが取れてればまあいいっていうことなんだけれどもど一応でもまあ結果として まあどっちかが減ってどっちかが増えたというようなまあ結果になりましたでなんかこの作品自体はそのそのいっぱいそのサンプルを出した1ヶ月やっぱりやってたから毎日の,そのサンプルを出してでそれをあの顕微鏡で実際にその観察する時に あのーまあ、こういうななんていうのかな、えっと、画像をちょっとそのただのこれ平面の画像なんだけれどもうん、うん、それをあの AI を使ってこうちょっといろいろ立体的にしたりとかするようなソフトがまあ,あってそれはあのー、なんだろう画像を育成するためのものではなくて研究するためのものそれをまあ今回作品に顕微鏡を使うっていう過程でそのあの AI を使うことも。 あのすごく最近あるからでそれをまああの取り入れた作品にしようかなっていうような感じでなるほどやりましたなんかあのそこのバランスっていうか <laughs> そのこのもともとあったそのマイクロコーダムっていうのもまあそのやってることは結構科学的なことをやってるんだけどそこになんかそのコーダムっていうその守護霊とか目に見えない存在みたいなものをなんか表現的にこう足すことによってえっとなんか。 えと科学のまあ外側に出るみたいな結構ことを多分グループとしてやってると思うんですけどなんかあの今回もなんか結構この,その AI が作ってるこの画像とかがなんか結構かっこよかったり <laughs> もしてたりあのなんかその辺が結構なんだろう結節点としての面白さみたいなのがすごいあるチームだなと思って。 思います、ね、これしゃべってる内容っていうのは AI にそのマイクロコーダムとは何,何ぞやみたいなことを聞いててるってことですよねマイクロコーダムだと、まあ、出てこないからまずマイクロバイオームについて聞いて、うん、でそれをまあ良くするにはどうするかとかあと。 えーとまあ、コーダムというものが、まあ、どういうことかってことはもちろん聞いたけどあとはア、えーまあト作品にするにはどうするかとかそういうことはチャット GPT と話してで私たちは、えー、とインドネシア語なんで喋ってるんだけど。 そのサイエンスのことだとやっぱり英語でリサーチする方が多いからうん、うん、まあ私だったら日本語も使うけど、うん、多分インドネシア語だとちょっと微妙で,、うん、でだからチャット GPT は英語でやってでも質問だけはそのインドネシア語にして、うん、あ,あのナレーションがねナレーションをインドネシア語にして,してで、まあ、あの一応字幕をまあ日本語でつけてる、ね。 だからそのこの音声も何語にしようかなって思った時に英語だったらまあ別にフリーでもあの割とそのね 品質のいいものがあるんだけどちょっとインネシア語だとあんまりだったりとかあと日本語だとアニメみたいななんかこれじゃちょっと嫌だなみたいな音声だったから英語になんかしたっていうまあ結構今増えてますけどね多分いろいろ種類を増えてますねでもなんかフリーですぐできるみたいなフリーでお金払わなくてよくてフリーでできてでアニメじゃない 日本語も一応あったんだけどちょっと硬かったからやっぱり英語の方がなんかちょっとフラットな感じで <laughs>、うんまあまあ、なるほど,な,るほどなんかその AI 実際チャット GPT と会話してみたらどうでした、うん、なんかうんんかあすごいいろんななん,かなんだろうなえっといろんなこと言ってくれるんだない <laughs> <laughs> ありがとうみたいな大体 <laughs> そうそうそうカバーされてるみたいな<ー>そのなんだろう、うん、一般的な ことは大体か忘れてるなんかそのでも感情的なところも結構言ってくるから、うん、あなんかうん、まあ、もちろんそのなんか話し方とかの感じとかはもちろんその人と話してるのとは違うんだけどもはい、はい、なんかすごいたくさんのことを、あのー、想定してるんだなっていう思ったよりすご,すごいいろんなことを言ってくれた。 ai との向き合い方はど、はどういうふうに考えてるんですか？えっとまあ、私ともう一人その食事制限してたこと。を2人でまあ、ちょっと gpt やりながら、そのナレーションあの,あのなんだスクリプト考えてたんですけど、うん？なんかもうちょっと齟齬があるかなと思って。うん。<laughs> それを出したくて。 あのまあ、こういうふうにしたんですけどなんか意外とでも、うん、まあでもその一般的なことを基本的には言っているからそのなんだろう一応私も想定できることを言ってはいるんだけどなんかでもなんだろうな結構そんなに知らない人同士が例えばそのマイクロバイオームについてとかについて知らない人が同士が喋ったら あの人間が実際に喋ったら多分チャット GPT の方がよく知っているなってな,なんかちょっとそこであのなんだろう、うん、どういう AI をどうやってこうなんだろう覆すかみたいなとこまではいかなかったでも逆にこの、うん、ペラ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 なんか知ったかぶって喋ってるのがめっちゃ空虚感があります <laughs>、うん、なんか「んお前本当上がってんのかよ」みたいな「ね、<laughs> 絶対上がってんねえだろ」みたいな。そうね <laughs> ああそうで、個人的なことはやっぱり知らないんだけど、うん、なんだろうな、個人的なことも一般的な話にしちゃうと知ってるからそのの、か、なんていうの個人情報は持ってないけどだからそこの,なんかその、なんだろうなあの一般的じゃない部分ってなんだろうなっていうのをそこはちょっと出てこないですよね、なかなか。なかなかうん まあ、あるようで、ないようでっていう感じですね。うん、ありがとうございます。じゃあ、あ二、はい、階に移動します。はい、えー、っと。こちらの、作品は、えー、藤倉麻子と。大村さんの、え二、ー、人の、えー、ユニットの作品です。 えー、この作品はですね、えー、3D モデルが、えー、皆さん、後ろにあるんですけれども、えー、あ,れあの 3D モデルを、えー、作って、でその 3D、えー、モデルに、えー、と映像というか、風景、まあ、ビジュアライゼーションしてくれる AI ソフトがあって、でそれを使って、えー、一つの映像を作っています。で えとこのビジュアライゼーションするときに、えーまあ、これもプロンプト指示文を入れるんですけれども、えー、とこの指示文はですね、えー、と日記とか、えー、そういったものから取、えー、ってる、えー、言葉ですね。でなんでこうなんか結構音とかそういったその指示文の なんかこうポエジーによって映像作品になっているところがえまあいいなと。今このシーンだとちょっと分かりづらい部分もあるんですけどえあの台形というかその円,円バームクーヘンみたいなやつの上にえっとなんか構造物があるんですよね。 今は多分その構造物のところが結構クローズアップされて、えー、ビジュアライゼーションされて内部になっているで。これ映像スタートするときはあのバームクーヘンの、えー、やつから入っていってでどん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 ,どんこう近づいていって、えー、中に入っていって、えー、映像が終わるっていう感じの、えー、作品ですね。でこんなふうに結構景色が作られるのかっていうのも。 びっくりなんですけどでその大村さんが、えっと、建築されてる方でで藤倉が映像作家なんですね。で2人でユニットを組んでるんですけれどもあの、まあ、藤倉はこういったなんか、えっと、見慣れないランドスケープみたいなものにすごい、えー、取りつかれてるというかあの最近はあのグーグル Google マップの、えー、打ち捨てられたタイヤを探すプロジェクトとか,なんかそういうことをやってる作家ですね。これが今そのバームクーヘンのところで、えー、AI が形を与えてる形で風景を与えてるところですね。どういうい日記とかその机の上に置いてあったものとかで。 あの構成してるんですけどその単語でこういうのが出てくるそうなんですそうなんですよえ<ー>これとだからその 3D モデルとそのカメラの位置とこの単語でなんかまあこういうのが出てくるんですよね画像なんですけどえっとあそのなんか架空のランドスケープみたいなのになんかこう 興味があるみたいなじゃあ今ご本人おられないのであれなんですけどんかそれってなんだろう,、まあ、こう結構あのこう今みたいな何て言うんですか結構ズームしたようなやつだったらなんかその何、うんうん、て言うんですかねその架空のランドスケープの中にいたいのか結構俯瞰でそれを見たいみたいな感じなのか<ー>なんかそれ どういううい気持ちななんだろうと思ってななんか多分本人はなんかその砂漠の中にあるすごい変な構造物とかに出会いたいみたいな多分気持ちがある作家なんですよね、うん。でだから中にいたいっていうかなんか結構そういう絵はがきとかが、うん、あなんか欲しかったりなんかそういうすごい強烈なビジュアルへのなんか欲望が多分あるい。なんかあの 電化製品な電気屋さんのこうテレビがめちゃくちゃ並んでるところでいっぱいなんかずっと流れてるなんかどこかわかんない絶景みたいなんかああいうのを漠然と思い出すなと思って<ー>確かに絵はがきとかなるほどと思いました確かになんかまあでも結構やっぱりそれも標準的なイメージっていうところにつながってくるのかもしれないですね AI が作り出すでもなんかこれは結構その 3D モデルが変な形してるんで 割とそこがやっぱり面白いところなのかなと思いますね。なんかその AI がつける標準的なあの絶景みたいなものがなんかちょっと変になってるっていうのはやっぱその 3D モデルの面白さっていうところなのかなと思います。ありがとうございます。じゃあ最後、佐古鉄平のソ <laughs> ー、はい、ロングで締め,締めましょうか、じゃあ。えっとこの作品は えとサコテッペソーロングっていう作品なんですけど、えー、と iPhone のシネマティックモードを使っていて iPhone のシネマティックモードっていうのはあの、えーと A、一眼レフって、えー、と被写界深度っていうのがあって、えー、要はあのピントが合ってない場所 がまあボケるわけですよねそれによってこう遠近感が出るわけなんですけれども iPhone のシネマティックモードっていうのは、まあ、それを模して、えー、っと AI が、えーえー、ピント合う場所っていうのを勝手に探してそれ以外を、まあ、ぼかすみたいなことをやっててでその、まあ、ぼかしてる部分はあの一眼レフと違って、えー、っとモザイクであの、まあ、ぼ,ぼかしてるみたいなえー、風になっているわけですよね。そそれををの機能を まあ使って撮られた作品っっててことですよね、はい、使ってないシーンも多々あるんですけど使ってないシーンもあるんですよね、はい、だから結構僕あの来た人にこういう説明してるとこれそんなななボケていいですけどみたいなだからこれちょっと昔に撮ったやつで、はい、えっとなんか僕が思い描く AI がこれなんですけど<ー>でなんでこれはまあシネマティックモードっていうモード自体がなかった頃の iPhone のものなんですけどまあなんか これ曲ってかかりますあ,あの <laughs> ビートルズの「<laughs> あの <laughs> ノーリプ・ライ」っていうジョン・レノンの曲なんですけどまあ変身が来ないっていう意味ですよね今で言うとあ<ー>、まあ、既読無視みたいな恋愛ラブソングなんですけどまあなんかその何やろうなまあ僕の思う AI みたいなものがこういろいろ詰め込まれてるんですけどなるほどその,そのチャットをするっていうシーンが何回かシーン出てくるんですけど。 まさにこうチャットっていうのが、ね、AI と、まあ、GPT 的になものですけどうん、うん、結びついてあったんですけど、まあ、なんか割とそのオリビア・サイアスっていう監督の「パーソナルショッパー」っていう映画があって、はい、これなんかめちゃくちゃ2018年なんですけどうん、うん、その頃にそにチャット GPT があったかどうかちょっと僕分かんないんですけど霊媒師 うんうん、双子の霊媒師が出てきて男女の双子なんですけど女性の方だけが生き残ってて死んじゃった弟やってたから何やったかちょっと忘れちゃいましたけど死んだら俺はその霊界からコンタクトを取るから聞いてくれみたいな,、まあ、いなんていうか、まあ、ことをまあ遺,書遺書的に言うんですけど。 でまあ、なんかそれにさいなまれてるっていう女性主人公の話なんですけど誰かその連絡先がわからない人から来たチャットが、うん、その自分の兄弟からのメッセージなんじゃないかって勘違いしたりするっていうシーンがあったりとかしてなんかまあそういうのからいろいろなレ,レースを受けて、まあ、作った映像なんですけど、まあ、基本的にはもうス,ナップストリートスナップを。 えまあ撮るべきタイミングっていうのはまあ人それぞれですけど撮るときにえカメラを回して見るっていうようなもので決定的瞬間っていうそのまあ写真の転生みたいなものをこう引き伸ばしたりまあずらしたりしてえまあ写真を眺めるようにこう映像を眺めるみたいなのをまあ目指した作品なんかノーリプライっていうのはめっちゃリプライ来てるんですけど えなんかその虚空に向かって石を投げてるみたいなそんなイメージってことですか AI ってええー、まあそうですねうん、うん、かもしかは鏡っぽいっすよねなんか AI ってなんか鏡なんか、うん、あの壁当て壁打ちなんかキャッチボールじゃなくてなんか実際は壁打ちですよね多分、うん、すごい自分が反映されるっていうかうん まあなんかそのやっぱ高齢的なものがまあそのパーソナルショッパーという映画でも出てきてまあそこからヒルマー・フクリントとかが抽象絵画を一番最初に描いてたとされるまあ女性作家なんですけどが出てきたりとかまあ結構なんか面白い映画でなんかすごい残ってたんでなんかうんそういうチャットのシーンを撮りたいなと思って撮ったという。会話は僕が AI とともに書き上げたプロットがあるんですけどそれ通りの会話を打ってもらってでまああのなんていうか人間2人がやり取りしています結局なるほどただ AI とは作ってるけど AI とは作ってるけど実際は結局このなんか打つみたいな作業は全部人を呼んできて 2>, 2人でこう、えー、とまあ深夜のマクドナルドなんですけどはい、はい、でこう。 対面で対面でチャットするっていうのがよく分かんないことだってる <laughs> 高齢術ですね、それは AI を高齢させてるってことですね。なるほど。<coughs> ありがとうございます。面白いですね。で、向こうのトイレにももう一つ作品があって、トイレのはえ静かな日記、トイ写真家っていう作品なんですけども僕も覚えてないです。それは AI と日記を作って、で、その ええと、まあなんか何割方嘘かもよくわかんない。えー、っと、日記をペラペラと、その自動音声があの読み上げてるっていう。なんかまあ、僕、そこのトイレ使うんですけど、なんか結構トイレしながら聞いてると、結構なんか不思議な気持ちになりますね。俺、なんなんだろう、この場所はみたいな、なんか。 まあ,あれをだから一番最初に作ったやつなんですよね。あそうなんですね。この展覧会の話が来た時にそれこそシネマティックモードで映像を撮ってたりとか、はい、まあ,あるいはその写真をや,やってるっていうこと自体が、はい、まあフォトショップとかを使ってうん、うん、もうなんかその AI まみれで制作して何が自分でやっててどれを AI がやってるかもうもはや分かんない状態なんですけど,どまあなんかその中にあって。 AI でできることをこうまた一から考えるっていうのは結構むずいというか結構ミキさんにも電話で泣きついたりしたと思うんですけどその一番最初に作ってたやつでそれはまあ僕毎日写真を撮って10枚選んでタンブラにあげるっていうまあそれが日記なのかどうか分かんないですけどまあそれをずっと3年ぐらいやってるんですけどまあそれの延長でこう日記っていうものにもすごい興味があってえでまあふとこう。 AI に日記を書いてくださいって言ったら私は AI なので書けませんって返ってきてあ<ー>なんか初めて反抗されたんかあの手この手でいろんなあれを書いて、まあ、ようやくこうある程度のなんかこう大枠と,、えー、と創作してくださいって入れると書いてくれるってことが分かったんですよねそれで毎日僕の起こった出来事をこう箇条書きにしてで えまあ私は34歳の相模原市に住んでます。で、こういうことがありました。創作してくださいって言うと出てきたのがあれっていう。なるほど、はいあの。ぜひ皆さんもトイレしながら聞いて。はい、<laughs> 違ういやいやいやい全然いいんですけど。はいまあ、普通に聞いてもらってもい、ね、ででもなんかね、普通に聞くと。もんじゃないんですよね。なんかこう AI う AI、ん、いやもう そうそう人の日記がそもそもどうでもいいのにさらに AI が作ったってなんだよみたいな,でもなんかで AI って結構どうでもいいことしか書かないじゃないです <laughs> か日記に今日はなんか前向きになれましたみたいな, <laughs> なんか小学生の時のこう先生あのねみたいな文章とか思い出したりするんですけど異常なポジティブさっていうか。<laughs> そそれはすごいいい面面白いと言えば面白とうだから逆にそのトイレっていう時間的あの肉体的に拘束されるみたいなそうそう無理やり聞かされて、はい、面白いみたいなこういうこと言ってるんだみたいなところがじゃあこんなところで一応、はい、今日の「ギャラリーツだいぶ時間をしてしまいましたけれども皆したありがとうございました一応手短にじゃあアーティストからひと一言ずつもらえますかじゃあ持ってるんでさこさんはい。はい 一一言ずつ、はい、一言ずずつそういういことでもないかでも、ね、そうまあ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  <laughs>、はい、まあでもそうですねなんかこうある種でやっぱ使わないとわからないことがた多分 AI にもたくさんあってうん、うん、まあなんかさ割と最初身構えてたんですけどうん、うん、まあやっていくとこう普段自分がやってることにもそれなりに近かったりとか、うん、えー、まあしながらま僕そのこ個人以外にも3人で。 アーティストユニットやってたりするんですけど、はい、まあなんかそれとも近かったりとかしてなんか意外と共作みたいな楽しめましたなるほどあり,ありがとうございましたじゃあ本間さんこう作業っていうかなんかそのプロセスとかは結構面白かったなんかその AI あなんかその画像画像じゃないやあそうだ音楽も AI で作ってうそれもなんかそう全部 かん作品と関連する単語を入れたらうん、うん、なんかすごい結構ギ々しい音楽ができてびっくりしたんだけど <laughs> <ー> <laughs> なんかそういうプロセスとかなんか私自身も映像を作ってるからうん、うん、今後なんか取り入れたりとかできるかなと思いつつはい、はい、なんか細かいやっぱり自分が使いこなせてないから微妙にどうやって使っていいかわかんないんだけどうん,、うん、なんかうん、うん、その意外と。 なんかこうささささっとできるっていうよりはちょっと時間かかったりとかっていうのがあったからうんうん、うん、ああそうなんか思い通りになんないですね、うん、結,結局なんか相当いや自分で作った方が早いじゃんみたいなこととかもあったりちなみにおいつも音楽は人にえっとんか元からある音楽その作品に関連してんかその結構その音楽つけるのもうん、うん 難しくて、ね、なんかどういうこの曲をどういうふうに,どう,にどういう立ち位置で使うかみたいなとこまで考えるから、うん、その歴史,って歴史っていうかちょっとその、うん、トピックに関連するプロパガンダ的な曲を、うん、すごいいい感じでアレンジしてもらって、うん、そうじゃないような曲にして使ったりとかあ,あとまあシート っていうかそのリサーチしたことを全部作ってもらう人に呼んでもらってそこからまあ作ってもらったりとかっていうこともしてるけどまあ、今回はなんか本当にポンポンポンってやってうん、うん、勝手に作ってくれるからそういう意味ではなんかすごい使いやすいでもなんかねうーんなんか自分がどういうこういうの作りたいって思った時にうん、うん、どういう風に向かい合っていくかはちょっと まあ微妙なところだなっていう感じですかね。はい、すみませんめっちゃ長くなったけど。いえいえありがとうございます。はいはい、じゃあ奥野さんすいません前はい。で前前どうぞ。あすみません。あんいはい。ーっとまあ AI 店誘われ誘っていただいた後にあのお父さんが開発系の仕事なんでお父さんに AI のなんか。 生まれから今みたいなのを解説してもらうみたいな日を一日設けて話していったんですけどなんかその中でなんかあのお父さん的に面白かったらしいのがあの AI をなんていうか生成するその技術とかっていうよりかはあの人間の代替として使うみたいな方向。DMMA 会話 ととかだと緊張するけどこう AI 相手に英会話だとこう人が相手じゃないから発音とかがこうあまり恥ずかしさとかを気にしないで練習できるみたいなそういう使い方をするなんかなんかアプリとかがこう出てきてそれが結構開発側としてはこうなんか結構意外 そういう使い方があるんだみたいな話をしてて結構自分的にはそっちの方がなんかしっくりくるっていうかあ<ー>あのいくらでも壁打ちがその壁打ちみたいな<ー>なんか相談とか。 相談っていうか悩み相談みたいなのってもうほぼ壁打ちでよかったりする場合があると思うんですけどうん、うん、とかでなんかもうどれだけ時間を奪ってもいい相手として <laughs> なんかそういうイマジナリーフレンド的なものとしての AI は結構こう仲良くできる感じがするなみたいなのをちょっと思ったんですけどなんか一緒に制作していくっていうのはちょっとまだあんまりうまく。 関係を作れててなないなって思いっ思ました脱夫もでもめっちゃそういうこと言ってましたね、はい、友達になったら最高だなみたいな言ってましたけど、うん、俺ちょっと何か,か友達とかなんか結構嫌なこと言ってくるやつだと思ってるんで <laughs> <laughs> そういうやつにはなれないんじゃないかなみたいな、うん、なるほどいやなんか長電話できるみたいなああ<ー>ちょっと虚しくなんないですかなんかあ <laughs> どうなんでしょうそんな気になんない 私そんなに気にならないかもしれないですね,ですねなんか6時間とか長電話できちゃったりするタイプなのででも相手 AI ですよでも多分できる相づちがあればああなるほどそうそうですねあ,ありがとうございます <laughs>、はい、<laughs> じゃあ最後にくらさんあ前で前でどうぞいやー皆さんがんすごいなんか 向き合っっててるなと思って <laughs> いやるかそのただ画像生成するだけだと作品になんないじゃないですかだからもう絶対すもうそっから何かひねらないともう絶対作品になんないしある程度あいいアウトプット出ちゃうじゃないですかだからそこの妙しか 作家性ないし。その踏ん張りを、こう、なんか感じました、今日。<あー S 1> 何かしらの, <laughs> の表議は。はい。はい,は,いはい。はい。苦しいなと思って、なんか。ええ<ー>、もうだ、もう、どの作品見て、もあ、あ、こういうふうに考えてんだみたいな。感じました。でも、なんか、それは、やっぱり、逆に言うと、多分、最初、だからっていうの、ありますよね。んなんか、初期だからって。いうん。多分、あって。で、初期だし。で、逆に言うと、いつも、ずっと使ってない。 からこそそうなるっていうのがあって、うん、もっと AI ネイティブみたいな人が生まれてきたら、うん、もうなんかもっとなんかさらっとこなしてさらっとそういうかもしれないですけどもうん、だからきついっすよねだからそのいや、まあ、きついっすよね <laughs> きつくはないじゃないですかなんか結構楽しいっていうかそれ自体<ー>なんかあのなんだろうなどう,どういうことができるんだろうえっき,きつさありました どういう種類のきつさなんですかねと、うん、かっだすえー、っとプロンプト入れて出た出目がいいとしてもそれは作品としてならないっていう、うん、ああそうでもいいってなりますかねプロンプトを入れてすぐなんかその作品的なできたものがってならないっす、ね、ならないんですよね、えー、あのだから展覧会の,あのメインビジュアルみたいのなのはか あれはいいいっってなってななんですけど展覧会のメインビジュアルに関してはいいってなってないんですけどうーん,なんですかねなんかすごいまあいいと思われてなるほどでも俺はいやだから俺もそれはそれでいいと思ったんですよでも前回のなんかあの佐古平作の「レモン」のなんかコラージュみたいなのよりやっぱりなんかね「いいね」とか少ないんですよね。<笑><笑> <laughs> いいねで何かが測れるわけではないんですけどなんかでもねやっぱ何か物足りななさあるんじゃないですかねなんかだから AI だから多分 AI 点って言ってるからあれがいいってまあ直で言えるけど普通に何かあれだったらでもどうなんだろう分かんないなその辺の確かに美的基準って結構まあ分かんないところがあるかもしれないですね。なんかか、ね、早くもれれ始始めめてててるってるいいれれます、ね、怖い、うん、だから でなんかたまたま先月ぐらいにその文化庁の特許庁で法律作ってる人にえ今後どういう法律作ったらいいかっていうののディスカッションがあって生成 AI に特許性をどのぐらい持たせたらいいかみたいなで何なかなんか意見欲しいみたいに言われてで僕はだからもう1枚のその生成 AI 出してきたものには特許性はないんじゃないかってまあだからまあプロンプト入れたらそれ出るしまあそれが。 でも少なくともなんかその複合してるものとか組み合わせたらまあもう僕はそれは作品と言っていいんじゃないかみたいなことは言ったんですよね単体はもう,もう無理なんじゃないかみたいなでもそれは、でもこの前ねあの、えー、っとアンディー・ウォーホルの,、ね、あの作品があ敗訴し,、ね、したんですよねなんかどっかのファンデーションから、まあ、あと時間も時間なのでそ,<う>そろそろ。 じゃあえー、っと今日は長い時間すいませんありがとうございました、はい、また。